ナイス。あの頃の私はのんきだった。10歳の泥棒に会いに行くところね。まるで他の誰かの人生を思い出してるみたい。Heh heh.
くれてどうも。偉大な探検家じゃなかったのか。そうです。わあ、これってとってもとってもすごいね。だろ。これは俺が何年もかけて集めてきたものなんだ。でもこんなのまだ序の口だからな。イエイ。
の場所かっこいい。もっとすごいものを見せてやろう。もっとすごいもの？本もあるし、釣り竿もある。それに最高の景色も本当にすごいな。これを見ろ授業中にカンニングもできるし、10件も電話番号を登録できるんだ。10件もだぞ。よく見せて。いや、ダメだ。これは贈り物なんだ、先生からの。ああ。でもこれは秘密だぞ。誰にも絶対に教えちゃいけない。いいな、ルノーってラッキーだね。絶対秘密にしとくね。ありがとう、ミミ。すごく助かる。綺麗だね。一番星がもうすぐ出てくるよ。しまった、もう帰らなくちゃ。また明日ね明日はいよいよクーロブレ狩りだぞ。何を言うの、まるで私を怪物みたいに。ファブリス、私は働いてたのよ。なのにそんなこと母親に言うなんて。ミミとは関係ないでしょ。あの子はしっかりしてるし楽しく過ごしてるわ。またお会いしましたね。特命レポーターのミミです。どうしたの？おばあちゃん、今日は深刻なトピックについてお話を聞かせてもらいたいのです。深刻なトピック？そう、フランスの人々が虐がってること。なんですって？ミミ、私は寝てたのよ。もう午後の4時だよ。おやつの時間。クッキーはどこ？クッキー？クッキーくれるって約束したよ。素晴らしいジャーナリズムね。お昼寝から叩き起こして大声で叫ぶなんて。おばあちゃんはいはい、じゃあクッキーを作りましょう。キッチン行くわよ。マイクを置いておきなさい、邪魔になるから。またもやこの国のおやつ問題を解決したのは特命レポーターのミミでした。ミミ、今行く。
ハッツハッツ。